橋は来たよ。ああ。うん。いいよいいよ。おお。うん、師匠について。うん、言ってたね。師匠と年齢が近かった。へえ。あら、あら、そうですか。なるほど。なるほどね。ああ、なるほどね。はいはい。確かにそうだね。ずっと聞かせてきてくれたもんね。なんか動機がすごいんだけど。リンクタン顔が見えない。アングルが変えられない。なるほどね。聞かせてくれてありがとう。すごいなんか体が熱くなったよ。聞けるんだ。また今度ね。そっか、ここ。いやー、歌うことしかできないって、そう語り継いでくれるって素晴らしいね。昼は。あの子供たちがいるから夜って言ったのね。影がまた良くない？これ影わかる？リーバルトルネードいつでも OK だ。あ、はい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 、リーバル。リーバルの構ってちゃん、ちょっともう一回聞こうかな。わしわの丘のカシーワの日誌が更新されてましたね。ちょっと録画せずに私読んじゃったんですけど、なんかカシーワが語ってくれた最後の歌や師匠のこと、いろんな情報が入りすぎてて飲み込むのに時間がかかっちゃったんですけど、なんか私が感じた違和感がこの日誌の最後を読んでようやく払拭しましたね。なんかもし私が気づかなかったり勘違いしてるだけで的外れなこと言ってたら申し訳ないんですけど、私カッシーワはリンクタンのことを勇者だと気づかないで、旅の人として詩人として
歌を広めるためにリンクに聞かせてくれてたと思ってたんですよ。で、いろんなところで話しかけても、なんか初対面臭かったり、ああ、あなたでしたか、とか、なんとなく、なんだろう、淡白に感じて、水臭いなとは思ってたんですね。でもなんかそれってゲーム的には、カシーワに話しかける順番なんて人それぞれだし、仕方がないよなって思って、あんまりそのことについては深く考えずに、心の奥底にしまってたんですね。でも、この最後の文章を読むと、うつしおの勇者に伝えることができたって書いてあるんですよ。つまり、カシーワは最初からどうかは知らないけど、リンクを勇者だって知ってて、リンクに聞かせてくれてたんですね。で、きっとカシーワは、祠が光ったり塔が出現したことで勇者の目覚めを感じて旅に出てくれたって思うんです。で、この家族たちには寂しい思いをさせてしまったに、改めてこう師匠との約束を果たせたことの自分の責務と安堵を感じて泣かずにいられませんでしたね。なんか今更って勘違いだったら相当恥ずかしいんですけどなんかこう私なりに感じて感動したポイントがここでした。はい、では一旦ちょっとカシーワのところに戻ってみようと思います。さっき子供たちと一緒に合唱してた時、私ナチュラルに受け止めてましたけど、私一応ね、この子たちがカシーワの子って最初から気づいてたんですよ。確か動画中にもなんかお母さんに話しかけた時かな、リトム村に初めて来て話してた時に、あーこの話はカシーワくせーって言ってたと思うんですけど、ちょっとなんか改めて会話してみましょうかね。ルララー、パパ帰ってきたよ、みんなで歌っちゃうよ、かわいいかわいい、うん、うん、あ、そうなんだ、へえ。確かに何人兄弟なんだろう。全部見つけられたら褒めてあげる、マジでちょっとその言葉を忘れないでね。あ、ごめん、おっしゃった、ごめんね、ごめんね、すごいしょんぼりした顔された。うん、集いし家族の絆コンセント泣けるかわいい。ちょっとお母さんに会いに行こう。お母さんこれかな、確か緑色だった気がする。ハミラ、ハラミですねハミラさん、リンクありがとう。あなたのおかげであの人が、主人が帰ってきました。主人は娘たちと一緒にいつもの場所で歌ってるわあー、良いですね。そういえばこの子も、あー、会話変わっちゃったな。一本杉の祠チャレンジ教えてくれた子ですね。なんかなんだっけなまあちょっと受け答えをしてもらいましたね。かわいい。なんかカシーはね、目がねすごいこう、目が美しすぎるというか、目がね優しいんだよね。夜のねカシーは一人弾きもすごいんですよね。私は一通り聞いちゃったんですけど、じゃあちょっと改めて聞きましょうかね。ちょっと初見の時はなかなか口が挟めなかったので、この歌は師匠がかかりこ村に行き着いてインパに話を聞いて作った歌ですね。で、ここの文章は
たまたま見かけたっていうところから来てるのかな。で、この騎士を思い姫巫女の血からついに放たれっていうことは、このことでゼルダの力は生まれたっていうか目覚めたっていうことですよね。こっからは願望というかあれだよね、未来の自分っていうかみんなの願いを歌ってるんですよね。歌うことしかできないっていうか、カシーワのおかげでハート何個増えたんだっていう感じですけど、なんか会話、この歌じゃない方、この絵騎士が今のこの絵騎士にぜひとも聞いていただきたいってカシーワ言ってたからさ、私その話聞いた時にん?って思ったんですよ。ここで初めてリンクタンを多分勇者だということをに気づいてたっていうことを知ったっていうか、いや本当になんか途中であれだったら本当に恥ずかしいんですけど、本当に恥ずかしいんですけど、まあちょっとそんな感じですかね。はい、カシワネタはこの辺かな。私的にはさ、結構もう、なんだろう、あ、ここ行きたいっていうところは大体行ったような気がするんですね。で、探索会ももう結構長く取ったことですし、まだまあ、細かい行ってないところはたくさんあるんですけど、ちょっと、なんだろう、思い出を見たいし、いよいよハイラル城へ向かおうと思います。行ったことあるのはこの辺りまでだね。で、思い出の位置がどの辺かわからないんですけど、ここではなくこの辺りなのかな。とりあえず思い出を見るためだけにハイラル城内、こっから先に行きたいと思います。すごい緊張するんですけど緊張しすぎてさ、楽しみにしすぎてさ、ちょっと夢で見てしまって若干行った気になってるんですけどなんてこったい。はい、で、やってない祠チャレンジとミニチャレンジもあると思うんですけど、というか祠多分まだ全部じゃないかな。今112個なんですね。何個あるか知らないですけど、まあそれはガノンを倒した後にまたコンプリートを目指そうかなと思います。なので今からはこのメインチャレンジを達成するために思い出を見ようと思います。あーめっちゃ緊張する。今ね、ちょっと2時間ぐらい寝たんですけど、朝であまりにさ、こうハイラル城に意気込みすぎてなかなか寝つけなかったっていう、なんか子供的なあれなんですけど、あのお母さんがちょっとうろうろしてるので若干小声なんですね。うん。で、どの辺から行こうかなって思ったんですけど、せっかくここに祠あるし、ここから行こうかなと思います。今祠112のコログが350ですね。はぁ、あ。で、いきなり危ないところにいますね。で、どうする?まったり行く?とりあえずここになんか道らしきもの見えるけど。まあちょっとほぼノーカットで、まったりとやっていきたい。道ってどこ?あ、これだ。大丈夫か。道っていうか、道なの?
わあ、わあ、わあ。違うです。何言ってるんですかね。爆弾や、いいね。すごい慎重になっちゃうね。ちょっと画面用意したらごめんなさい。今あなたたちを相手にしてる場合ではないのです。とりあえずこのなんか道らしきものに行ってます。今奥田に気づかれたような気がしますが、気のせい。てか雨今更だけど、雨なんだけど、せっかく。曲は初めて聞くやつ？初めてっぽいよね、曲。こう行っちゃったら、あ、こう行くのか。ジャガーディアンいる。とりあえずここで道の終わりだね。じゃあここの道を通ってみよう。リーバルトルネードいつでも OK だ。はいはい。ガードジャスト失敗してなくなってもいいようにするのと、あとあれ55系食べよう。あっ、光ってるです。あ、やはり気づかれますよね。お気づきになりますよね。あ、間違えた。ちなみにこのマスターソードは新品かどうか覚えてないですね。よし、早速ダルケル様を一回使ってしまうという。噴水だ。あ、やっと晴れてきた。やっと晴れてきたよ。ちなみに私ね、時岡の大人のハイリア城、ハイリアル城もあんまり好きじゃない。で、ビクビクしながら行ってる感じでした。ここは、西城下町跡です。後ずさりしますか？多分、ここだと思うんだよね。とりあえず思い出を見る。あー、どうしよう。探索、どうしよう。思い出を見ちゃったら私、多分ね、勢いでガノン行っちゃいそうなんだよね。やっぱ、そういう気分になると思うから。まあでも探索はクリアしてからでもできる。なんかここ通れないんだ。ちなみになんかこういうのって埋まってたりする？けー、一筋縄にはいかない。遠回りしていこう。やっぱガノンってさ、ピアノ系似合うよね。ここが一番、ここが一番最初にやられたんだね。ギリギリ。で、そこにあれがいるね。メンタマン。
とライネルの弓もったいないかもだけど、ここなんか出る？どうなる？道ができるか。あら、足が元からもげてんの？一本。私が知らない間にもげ、あーですよねそんな時のためのこれですか？あ、待って、これがね、ちょっと、これ、あ、終わった。あ、壊れた。言ったっけ？なんか一回ね、2個出たことがあってびっくりした。あんなに出なかったのに。あ、これ目ん玉っぽくない？今どこ？楽しいね怖いけど楽しいね。これは果たして宝箱、あ、料理窯がある。宝箱をセンサーにするべきなのか、祠センサーにするべきなのか、すごい迷いどころ。今どこ？今ここです。意外とそんなに、これ使う使わなきゃね、せっかく作ったんだし。ちょっとうろうろしますよ。あ、これ動く？あれでも数字が出てない。あ、出た。そっか、足もげてるやついるのか。初めてさ、マスターソード以来でやってるけど、こんな音なんだね。あ近いな、近いと難しいな。この子って具体的に何か悪いことしてくるの？口みたいなんがあるやつだったらモンスター出してくるってだけで、ここは正面ですね今更ですけど、戻っていくスタイル。正面です。あ、宝箱だ。すごいナチュラルにあった。全然気づかなかった。夜光石、わあ。100年ってあれだね。これ一発なのでなんとか返したい いや、ダルケル様いなくなってからが本番だし。なんか中から入ってきたのに、なかなか中に行けないっていう。ここが、あーはははは。で、まあ、とりあえず一応、もう東も、東側も地味に見ていきたい。だいぶ緊張解けてきた。ふぅ。緊張は解けてるけどさ、
すごいさ、目が目がカザカザ。こんなところで、しかも弱いまんまじゃん。あんまり相手にしたくないです。壊れそう。ああ危なっなんで最近やってないから。待って、盾出してないよ。盾どこ行った。あれ盾燃えちゃったのいつ燃えたの、私が気づかない間にこれ使おうか。ちょうまくちょ、ほい。3回ね。近い。よっしゃー。あ、巨大なコア、マジ？やったー。今だって好戦的だったもんね。相当元気な子でしたよ今。てか、盾燃えたってことかな。確かシーカー族の護身のなんとかの盾だった気がするんですけど、バナナ置いてきた。一回受けちゃった時に燃えちゃったのかな。よし、こんなもんかしら。こんなもんかしらって言ってすごいざっとですけどざっと雰囲気。なんか綺麗な時に見たかったね。大聖堂？ここ？いや、ほんとに空気読んで。これって、コログもしかして。コログなんだ、いるんだ。度胸あるね、君。そっか、コログいるのね。おっ、あ、ちょっと。なんなの、このかまってちゃん。すげえスライディング。当たり判定当たり判定がおかしい。あー夕方になっちゃうな。あ、雷。今なんか影映ってなかった？ちょっと待って雷来るし、夜朝にします。